はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、日にちが2016年の3月13日日曜日ですね。今日は、相鉄の何でしたっけ、ソーニャンのイベントがあってですね、相模大塚に行ってまいりました。はい、本当はね、このイベントは10時から、3時までやっていましてですね、10時から行けばね、分かったんですけど、ちょっと午前中はちょっと用事があってですね、東京の方に行ってたので、その後から行ったんで、ちょっと1時半ぐらいに向こう着いて、あんまり本当に30分もいなかったと思うんですが、ちょっと行ってまいりましたんで、はい、あんまりいる時間なかったんですが、とりあえず写真撮りました。で、早速なんですが、その本日撮った写真をご覧ください。はい、こんな感じです。ちょっとね、今回スマホでちょっと撮影したので、ちょっとあんまり綺麗に撮影できなかったんですが、まあいいです。はい、でですね、ただ、撮りに行ったんじゃつまんないということで、グッズを買ってしまいました。やっぱああいうとこ行くとグッズがあるじゃないですか、小田急のイベントの時みたいに。ということでね、今回も買ってまいりましたんで紹介したいと思います。はい、実はこんな感じになりました。なんか余計なものもいっぱい買ってしまったんですが、とりあえず紹介します。はい、まずですね、こちら、定規になります。これは1個500円でね、ちょっと高かったんですが、全部っていう3種類だったんですが買ってしまいました。まず1つがこれですね、ソーニャンの定規、1000系です。1万1000だよな。で、もう1つがこちら、モヤ700だったかな、モヤ700っていう減速車両ですね。最後がこれは9000系の旧塗装ですね。この3つがあったんで、買ってきました。で、もう一つなんですが、もう一つまだあるけど、もう一つ買ったのがこれ、ステッカーですね。開くドアにご注意くださいって ドアに貼ってあるやつ、これを買いました。これも500円したんですけど、もう手に入らないと思ったので、とりあえず買ったんですが、あとこれね、これ面白いですよね、こういうの。これ車につけたらちょっと面白いなと思いました。で、もう一つが、クリアファイルになりますね。これ今日クリアファイルはね、4つ買いました。まず紹介していきましょう。これ7000系の旧塗装、これもうないやつですね、はい、多分。で、もう一つがこれ柏台の車両基地かなで撮影されたと思われるこの、クリアファイル。で、もう一つが7000系の、なんか3つ、3編成写ってるやつですね。で、最後がこれですよ。本日で引退したのかな、これ。ソーニャン号ですね。ソーニャントレイン、これになります。結構買いました。でね、と思って最後ね、はい、わけわからないものを買ってしまいました。これです。じゃーん、ソーニャンのぬいぐるみを買ってしまいました。ちょっとよくわかんないことになっちゃってなんかね、なぜかね、ぬいぐるみを買ってしまうっていうね、ちょっと変なことになりましたけど、動画にね、たまに出るかもしれないんで、よろしくお願いします。早速ちょっと開けてみよう。こんな感じ。うわ、怖いっすね、これ近く見ると怖い。はい、こんな感じです。はい、ソーニャンのぬいぐるみ、ということで、今日はソーニャンのイベントですね、行ってまいりました。それでは、さよなら。